ちゃーかなです。今日は久しぶりの新購入品紹介、イエーイ。5000円以下は 15% オフで、5001円以上は 20% クーポンっていうのを案件でいただいて、それが5月末までだったんですけど、それを最後の5月31日ギリギリに使いたいと思って使ったんですよ。それで買ったものをご紹介していこうと思います。パパパパパってその日に選んだので、ちょっと数がすごく少ないんですけど、購入品合計額としては、まあ1万円ぐらいかなっていう感じですね。4つあります。今回は全部マジ当たり。ではご紹介していこうと思います。レッツゴー!ちょっとこっちの電気が近い方で撮影して、後で話して全身を撮っていこうと思います。今回は物がとても少ないので、先にバーッと紹介してから着替えたものを後で後半にね、持っていこうと思います。1個目がこちらです。ピンクの夏じゃんっていう感じのドレスですね。ここがふわっとなっていて、裾が広がってるタイプで、前がボタン全部これフェイクのボタンになってますね。見えるかな、こんな感じです。で、胸が結構開くので、まあ見えるかなって感じなのと、ちょっとこれね、わかるかな、ここね、ほら透けてるというか、私の目が見えるぐらい、ほらね、見えないか、もうほぼ空洞なので、中になんかインナーを着ないとちょっと日本では恥ずかしいかなっていうような感じになってるかなと思います。後ろはチャックになってますね。こちらは L サイズで2927円でした。ちょっと下にね、まあ、メモを置いてますこんな感じです。夏に活躍しそうな感じでしょ。で、私が今大好きな色、最近ピンクが大好きすぎて、ちょっとパープルっぽいベビーピンクというか、こんな感じになってます。はい、では次がこちらです。じゃん、黒の長めのワンピースですね。これはなんかもうパッと着て、その辺とか美容室とか行く時、私黒い服を着ていくことが多いの、ヘアカラーのなんかがついてもいいように、その時に行けばなと思っています。可愛くない?細く見えるかなと思って買ったんですけど、伝わるか分かんないけど、ちょっとね、ここがこうなってるんだよね、わかるかな、ちょっと曲線になってるんですよ。なので、ボディラインが綺麗に見えるかなと思って買ってみました。こちらが L サイズで2186円ですね。ちょっとお腹がこれなんか出やすいタイプの服なので、自分の下っ腹の問題でちょっとあれかなっていうような感じですねはい、次、はい、次がセットアップになります。じゃん、黒のセットアップになります。こちらはズボンタイプと短めの T シャツですね。去年の夏とかにピンクのセットアップを買って、それがすごく可愛くて着やすかったんですけど、ピンクってことでちょっとね、普段使いはしにくかったの、今回黒のセットアップを買ってみました。柔らかい感じの素材にはなってます。これが XL サイズを買ってみました。このね、デイジーっていうシリーズが割とタイトな感じに作られてることが多いなって個人的に思ったので、これはおっぱいとかのサイズ的に XL を買いました。さっきのワンピースは多分ウエストのサイズで L 買った気がします。2275円です。これはね、多分ヘビロテするかなって感じです。あ、ちょっと後で来た時に問題点がいくつかあるので、そちらをシェアできればなって感じです。はい、次、はい、次が最後になる最後もセットアップです。スーツタイプのセットアップになってます。これは3点セットですね。こちらがジャケットですね。ちょうど丈の長袖のジャケットになります。ちょっとこれからの時期も暑いかなって感じなんだけど、色がもうドタイプすぎてってなって、これを買っちゃいました。なんかポコポコっていうワッフル生地っていうんですか、こういうのって、こういう感じになってて、まあ夏でも暑いけど、それまくっとけば通気性もいいし、汗もかいても、まあ、そんなにシミにならないので着れるかなっていうような感じですね。前にボタンが1個だけついてます。ボタンもね、こういう風に布でくくってあるタイプのボタンで、とっても可愛いですね。そしてズボンです。これはね、結構ハイウエストのタイプのパンツになりますね。ビジネスマンが履くパンツといえばこれっていうようなイメージのスラックスっていうんですか、そういうのってわかんないんだけど、そういう感じのパンツですね。ワイドパンツではないかな、ちょっとお尻が広がっててまっすぐなってるような感じかなと思います。こちらはね、フックタイプで、ニアナ式フックでですね。で、なんか3点セットでこういうチェーンもついてきました。ベルト?チェーンベルトみたいなものもついてきました。これは結構軽くてどこに使うんだろうと思ったら、このズボンの、てかパンツ?そう、パンツのズボンのちょっとダサいもんね。こういうベルト穴のところがあるので、
これにこうつけて着るみたいですね。こちらが3点セットのセットアップで L サイズを買いました。で、4271円、 C の割に高くないって思ったんだけど、可愛すぎてこちらは買っちゃいます。これもう全部 20% オフの前の金額なので、私は購入金額と変わってるんですけど、20% される前の一般的な金額を書きました。なので、ここから合計で 20% 引かれてるっていうような感じです。はーい、こんな感じで、以上になります。少ないでしょ、めちゃくちゃ。ちょっと今回のお着替えは、普通の時は着た感じだけとかを紹介したんだけど、今回は、私だったらこういうものを合わせるよとか、コーディネートみたいな、そんな感じのを紹介しながらいこうと思います。ではファッションショースタート。じゃーん、こんな感じで、ちょっと話がすみません、いつもか夏って感じじゃない。キラ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 。小物は白とデニムのカチューシャを合わせて夏っぽく爽やかな感じにしました。で、中はここやっぱおっぱいが見えちゃって、このブラジャーのね、この付け根、始まりっていうんですか、が見えちゃうから、それを隠すためにちょっとインナーを着てみました。これだったらちょっと変だけど、もっと可愛いインナーを着れば、ここにね見せられるようなレースとか、もっとインナーっぽいベージュとか、そういうのを着ればいいかなと思います。可愛い。ちょっと真ん中に空きがあるので、とっても歩きやすいし涼しいっていうような感じですね。特にブカブカっていうことはないです。ちょっとお腹がふわっとなってるので、ボリュームがあるようには見えるけど、胸のところでねキュッと一応絞ってはあるので、そんなに太っては見えないのに、お腹が出てても、あ、もう分かんないかなというふうに思います。この服の時はいっぱいご飯が食べられるかなっていうような感じですね。かわいい。お姫様みたいじゃない。あは、ごきげんよう。はい、こんな感じです。次、黒のドレスです。ちょっときついですね。パツパツです。でもまあ着られなくはないかなって感じなのと、ちょっとお腹がわかりますかね。ちょっとこの生地も余っちゃうのと、お腹が出てるのが丸見えですね。でもお尻のラインはとても綺麗に出ます。こんな感じです。で、スクエアネック。ちょっとこう狭めのスクエアネックなので、シュッとして見えるような感じですね。綺麗系っていうか、ちょっとスポーティー系かなと私は思って、ズボンじゃないや。スニーカーと合わせようと思っています。カバンもこんな感じの、こういう雰囲気って感じ。これもお腹周りさえ自分でどうにか頑張って減らせばめっちゃ可愛いとは思います。もしくはもうワンサイズ上のね、いつも着てる服よりもワンサイズ上のものにすると余裕が出るかなという風な感じですね。あの、結構ピチピチなので伸びるんだけどね、自分のお腹周りのサイズよりも、ちょうどよりも、ちょっと5センチぐらい、まあ3センチぐらいかな、余裕持ったサイズを選ぶのがおすすめかなと思います。でも可愛いよね、普通に夏って感じ。てか、なんかいい女じゃない？いい女風。はい、次。あ、シンプルなので、こうめちゃくちゃ派手なピアスと合わせてます。こういうちっちゃめのカバンを持つと、海外セレブっぽくて可愛いでしょ？はい、次。めっちゃ似合うでしょ、私こういうの自分で言っちゃうタイプ。ちょっとこれ問題点が2個ありまして、まずお腹がもうすでに丸見えということですね。あの、巨乳あるあるでよく言われるんですけど、上にね生地が上がってきてしまう。あの、背中はいいんですよ、だけどちょっと前の方ね、もう生地が出てない。これ引っ張ったとってすぐ上がってきますから、時期に。そしてこの時にお腹が全見えです。細かったらいいんですけど、なんか私は出てるので、こういうのってやっぱ移動着に、旅行とかの移動の時に着るのがいいじゃないですか。新幹線とか飛行機とかで荷物あげることがあると思うんですけど、そういう時に 100% お腹が見えるのよ、その時にってものすごく飛ばさなきゃいけないっていうことが起きます。2個目の問題点、ポケットがありません。去年の夏買ったピンクにポケットがあるんですよ。なので毎日ほぼ着てました。ポケットがないのでとても不便です。それから何か物を入れるときは開け閉めが不要なカバンで持ち歩かないとちょっときついかなっていう感じですね。いや、このカバン軽くない？これはハンドル付きポーチというもので、ポーチの分類らしいです。でも私はカバンとして使います。超可愛いでしょ。手はね、通せるんですけど、ギリギリこんな感じになります。ほぼ犬の散歩のカバンですね。旅行の移動着とか、その辺プラッと行くとか、まあ飲み会もこれで全然私は行きますね。女子会とかだったら、女子会っていうか、その居酒屋、その辺の安い居酒屋とかだったらこれで行くし、友達と会いに行くのがこれで会いに行くしっていう感じかな。ちょっとお腹だけは本当に嫌だ。だからお腹痩せ頑張るか、ズボンをめちゃくちゃこう上に上げてね、もう股をこう食い込ませて生きていくか、ちゃんとインナーを着てね、インナー生活しましょう。
中に黒いインナーを着ればそんなにわからないかなと思うので、これもお気に入りで結構着ちゃうかなと思います。こういうシンプルなものには5つ目のネックレス、さっきはあのピアスを5つけたんですけど、今回ネックレスを5つくしました。ピアスはシンプルないただいた F のフェンディのマークのやつです。はい、次。はい、靴忘れました。じゃーん、ピンクのセットアップです。これ靴はね、私はこういう厚底のローファータイプのものを合わせることが多いんですけど、マジでビジネスっぽかったらこういうパンプスも合うかなと思います。ちょっと置きますね、邪魔なので。中にあのずっと前、この前、もう全然前回前のシーンの買い物で買った黒のタンクトップを着てます。中は何でもね合うと思いますね。ピンクって意外と何でも合う、白もベージュも黒も合うと思うし、シーンの着用見本みたいなのではモデルさんは白を着てました。そしてこれズボンがめちゃくちゃ深くですね、まあそんなに超ブカブカじゃないんだけど、腰パンとして履くくらいのブカブカさではあるんですよ。だからこのチェーンではこのブカブカはね制御できないので、今の長さでもいいんだけど、ちょっと股がね低いのでちょっと足が短く見えるかなと思って、これぐらいのね股ギリギリまで私は欲しいんです。でこうしちゃうとちょっとね、あのこの上半身がちょっと私あの骨粗で体力とかあんまり嫌な体質が、胸も大きいしね、こうやったらなんか石塚さんみたいになっちゃうので、ちょっとまあこれぐらいでもいいのかなと最近今思っております。浮かぶかすぎてこのポップがねすぐパッてなっちゃうので、ちょっと不安なので自分で持っているベルトを合わせてきております。こんな感じです。かわいいでしょ。私セットアップ大好きで、本当にセットアップって可愛くない？こういう派手な色とかってワンピースでパッて、まあ、私は着ちゃうんだけど、こう全部ワンピースで繋がってるよりも分かれてたらちょっとなんか許される感じがあるでしょ。ないかな。かわいい。これボタンね閉められるんだけど、閉めた時にちょっとねウエストが見えなくなっちゃって、もうダボって見えるでしょ。それがすごい嫌で、こういう感じでちっちゃいミニバッグでこう線をね作ってることが多いんですよ。こう縦線が入ることによってちょっと細く見えるかなと思っております。なのでここにチェーンがあると、これはチェーンと被っちゃって私的にはうんって感じなので、このベルトはやっぱチェーンじゃなくて普通の自分で持ってるベルトを巻くことが多いかなっていう感じですね。かわいいでしょ。ちょっとウエストがブカブカな代わりに、ちょっとこの辺もブカブカなので、下っ腹がそんなにわかんないかなっていう利点があるのと、お尻がね、ちょうどいいんですよ。わかりますか？この綺麗なライン。この部分をちょっと着てると思うんだけど、この部分ね。その部分がお尻が綺麗に見えるっていうのが利点ですね。あとね、長い！もうこれが超嬉しいの。ちょっとここが長いのはね、あんまり。って感じかな。なんかほらこれ余っちゃってお尻に見えるでしょ。ちょっとでもすごく気に入ってます。めっちゃ可愛いと思う。でこのワッフル生地なので夏もいけると思うんだけど、どう思いますか？結構ね思ったより涼しい感じです。こんな感じ。はい、こんな感じで最近のシーン購入品紹介でした。今回の総額は多分1万円ぐらいだと思うんですけど、 20% オフクーポンを使って8000とか当たった気がするんだけど、全部良くて当たりだなって思いました。はい、こんな感じで、この動画が良ければ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ。